いそうでいっぱいだ。大丈夫だ。あ、今日もですね、今日はね、自転車で公園行きたいと思います。行こう。よし行こう。よいしょっと。よし。よいしょっと。あそこから、うん、あ、そっち駐車場やけど車いいへんか、大丈夫か。よしよし。さて今日はですね、大津市内の公園にやってきました。湖岸公園ですね。で、まあ、撮影はパナソニックルミックス DC GH5 で撮影を行っております。レンズは714、140F4.0、そして、ジンバルはパイロットフライアドベンチャーです。現在アップライトモードでね撮影をしてるんですけども、インバートモードにしたいところなんですよね。インバートモードで運用をするには、ちょっと待ってくれ早速走り取りかよインバートモードで撮影をするには一旦アドベンチャーの電源をね切らないといけないんですけれども、ちょっと待って。お父さん、あれトンビ、はいはい、んあれトンビの手は、うん、トンビいるね。トンビの手や、うん、こうなったんだ。こうやってあれは羽やな。でも手間やで、こうなってんねん、うん、なるほど。じゃあちょっとパイロットフライの電源を一旦切ってインバートモードにいたします。はい、よっしゃ。落としたらどうしようがになってますよね。インバートモードの時はセミロックモードの方がいいな。セミロックモードは2回押しだったかな。こうですね。うん、よし、じゃあこれで行ってみよう。よし、じゃあ行こう。いけー。手袋がねいる季節なんでね、まだね手袋の装着もちょっと。これ何や？これはウッドデッキやね。ちょっと全然向きが違うではないか。ウッドデッキやな、これは。とりあえず公園一周してみようか。ぐるっとな。あっちの方行ってみよう。遊具のあるとこまで行こうか。なあ。うん。あ、そうだ。GH5 の手ブレロックモードどうだったっけな、確認してないや。まあいいか、細かいことは。もう今日は長回しでいきますんでね。これ1時間持たんぞ、ほら。あそこ？どこ？あれなんや、公園や。公園やな、行ってみようか。うん。そっちの方から行くか。こっちから。そっから行くか。よしよし。この公園はいいね。自然がいっぱいだ。もうそっちの方から行ってね。スタビア歩きを1時間やるなんてのは無理だけれども。さあ。公園じゃないやん。公園じゃないやん。遊具のあるとこまで行ってみ。あっちの方にはあるわ。まあいろいろ探検したらいいわ。吉原が後ろに広がっていてね、ほんとここがいい公園ですよ。以前一人でね動画をこの辺り練り歩くようなところで撮影はしたことありますけど、ね、これ何これなんでこれこれはビオトープやと思うわ。これ危な。水がないけれどもな。お父さん、古墳踏んでいいの？ここの中は、まあ、踏んでもいいけれども、うん、水がないからもしかしたらジュクジュクかもしれんで。ほんまかな、うん、ちょっとここに置いといて、まあ、入っても悪くはないと思うけどな。うん、硬いか、ほな入ってもいいんちゃうか。硬ー。そっかそっか、ね、土が入ってるから、うん、危ないで、ね、ごめんごめん。ありがとうございます。川や。川があるんじゃない。これは琵琶湖や。うんうん。走って。うん。今そっち行くか。なんか前の方から取れんな。これ。然后我加不滚，我加不滚。そっち行くのか。忍者走り厳しい。お茶部君、あっちの方行った遊具あるよ。あっちの方行った遊具あるやん、ほら。あそこほら。遊具あるで。あそこの方から行ってみ。あそこにゲートかあるやろ。うん、反対反対。反対で。大丈夫大丈夫。あ、そう、そっち側から行くの。あら、こっち側から行くのか。こっちから行きます。あそこからでも行けるわ。まあどっからでもいいわ、もう行ってみ。指図はしないでおこうと言いつつ。あそこから。行くんだ。俺の好きなようにしろ。俺の好きなようにしろと。それではということですね。ドン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 。ショートカットでしょ。なんか美味しそうなバーベキューの匂いがするな。焚き火の匂いかな。あっち？うん。ちょっともうブレのことはもう、ブレのことはちょっと細かいことはもうあれにして、忍者走りも何ももうないわ。しんどい。自然体でいこう。あれ？今ガクンってなんか言った？あれか？うん。あそこよくがあるわ。だ。でもちょっとしたビオトープになった。自転車持ってきてはる人もいる。そうだね。タミちゃん、あそこシューできるかもしれない。自転車坂道で危ないかな。まあ、危ないよ。いろんなとこ行ってね。またここに置いといて。うん。あ、これ多分噴水やな、これ。夏場は噴水になるんじゃないかな、これ。これ噴水や。びしょ濡れコースってやつですね、夏は。あ、でもいいですね。で、水がこう流れて、ここに水が溜まって、で、あっちの方に多分ね。行くのかな。冬なんでね、びちょびちょになったらもうそこで届かへんな。よし、じゃあもっと父さんがジンバルを持ってるからな。ジンバルどうしようかな。ちょっとジンバル置いとくわ、ほなな。ここにちょっと置いといてますわ。で、これでいけんの。おお、すごいな。赤になった指や。あかん？あともうちょっと。うん。はい。手がしない。いたたたた。よいしょ。なんかやんの。うん。手がしびれるかも。よっしゃ。手がしびれて血出そう。もういい。よっしゃ。でもまあ大丈夫だ。ダメ？ダメ。あて。あ。順番。え？おっと。やってやるぜ。またちょっとインバートモードに切り替えます。いや順番だ。きれいにできた。うん、そうか。あんたさんめっちゃきれい。きれいにできたね。何やろうな。ここから流れるなんかね。あ、これ節水型じゃなくて、止まらへんやな。あ、止まった。必ず止まるようになってんねん、これ。これいっぱい濡らすわ。いっぱいや。ちょっと水もったいないし、そろそろそのくらいにしといて、あとびちょびちょになって G エンドになっちゃうから、そのくらいにしとこうか。わあ、どんぐりの帽子。どれどれ。うん、帽子やね。ぽいぽい。入っちゃった、入っちゃった、中に。冷たいな。父さん前、スタッフちゃんここからピューできた。できたか？うん。うまい。できるか？怖い。まあでも幼稚園の時、幼稚園やったらできるの？幼稚園の時にここにフィーってできた。無理でも。これはちょっと無理ね。今日はできる。やっぱりバリアングル液晶にならないんで。ホルダーの方は使い勝手はいいですね。でもちょっとアドベンチャーもこの何でもない。このジンバルを乗せる向きを工夫すればバリアングルいけるかもしれないんでね。ちょっとまだそれね、研究中です。まずはもう実使用を第一段階。砂を揺らしてるだけや。はいや。まずはですね、この実使用の第一段階、テストじゃなくてね、本当にまあ使用するというのをね。重視して普通に使ってみて、で改善点をいろいろ見て。ここ登るんで、お父さんも登ってみよう。できた。よし。いただきな。ほら。うん。7、14。超広角レンズですけれども、8ミリになってましたね。8ミリぐらいでもいいですけどもね。今ね、インバートモードで撮影してるんですけれども。アーム、アドベンチャーのアームが、向かって左側に、伸びていってます。これをね、右側にしないと GH5 のバリアングル液晶が開かないわけですね。多分できるとは思うんですけども、まあ、そこ一気に一段飛ばしでいくんじゃなくて、まずはこのバリアングル液晶が見にくいこの状況下での、実使用と。いうところでね、一個ずつこう階段を上っていければなというふうに思っております。で、普通こういう動画を撮るにあたってはですね、3分ぐらいの、フッテージじゃない公演動画になっているんですけれども、今回はね、お茶ぶくんの会話。父さん、飲み物買おう。よし、そろそろ飲むの買えたから。だってさ、お家帰って飲み物飲もうって焼きだけしてた。お家帰ってから飲むか？どうする？自動販売機までとりあえず行こうかな。 あそこ自動販売機あるわ。あそこに自動販売機あるわ。どこどこ？あそこ、あそこって。でも一応今日もどこにもないだマルチマイクでね、収録してるんですけど、お茶ぶくんのねマイクセッティングをね、ちょっと工夫いたしました。どこ？あんまり目立たないようにね。黄色いガムテープはちょっとあまりにもかわいそうなんでね、透明ガムテープで、それからレコーダーはポケットの中と、内ポケットの中というぐらいにね、セッティングをしてみました。これが一番甘い日だ。さて、お決まりの飲み物はあるかな？あってん。チャブ君、俺の MC あるで。え？俺の MC があるで。どうする？カラーのやつ？うん。スパーのやつ？うん。どうする？いいよ。じゃあそれにしよっか。じゃあインバートモードなんでちょっと一遍電気を切って。入れる。そうじゃお金入れる。よしよし。これだいぶ背高いなこの。ここサブちゃんここに登って入れる。ガチガチ。よしよし。いくら？120円か。よしよし。120円。え？一個ずつ入れていき。うん、はい、はい、でよいしょこれな、よしよし、できたー。手気付けや。なんで？いいよ。あ、で歯でやったらな。うん、できへんか、はいうん、お父さんも一口ちょうだいよ。おかんちょうだいやん。お父さんもなんか買っとき。お父さんもなんか買おうか。そうやな。入れてあげるわ。あ、そう。もう一回な。しかし今日は天気がいいですね。うん。一瞬。一瞬。なんで？お父さんもこれが好きなんや。乾杯しようか。うん。サブちゃんの自転車は？あの遊具の隣。うん。ここにいられたら、うん、もう一回作り出すのあそこで。ああそうやな。このオルガミシーのやつは瓶を再利用するかもしれんけど、だからなちょっとその辺微妙やな、うん、多分オルガミシーはしてないかもしれんな。でも空き缶とかはアルミニウムでもう一回溶かして、でもう一回アルミとして使うんや。へえ。瓶もラムネはどうやって作られてんの？ラムネどうやって作られてんの？ラムネは炭酸飲料で水と、炭酸からできてるわけやな。うん、これみたいに、うん、これみたいにこんなん。そうそう。お父さんこんなんみたいにこんなん。うん、これこんなんみたいに。そうそうそう。あ、こっちにエナジージムとかいうのがあって、まあこんな飯でもいいけどな。こっちの方がちょっと。量が多いな。ここ何な昔何の飲み物があったのここに。こっちは大道ドリンクで、こっちが伊藤園やな。伊藤園はオロナミン C なのかな。大塚製薬じゃなかったっけ。あれお父さんこれもここの中にいるの？あ、そうそう。まあ両方ともここのゴミ箱を利用してくださいねっていうことだと思うわな。あ、まあゆっくりな。どこで、あここで作られてるんやんな。ここの公園は安心安全の公園づくりマイパークサポーター制度実施公園、マイパークサポーターが活動している公園、鬼怒川公園緑地マイパークサポーター管理委員会というところが。お父さんこれが出来上がったら、お父さんこれが出来上がったらくっつけられるのあそこで。くっつけられる飲み物。これが出来上がるというと、まあリサイクルってことか。リサイクルしたやつがまた瓶になったりはするかもしれんな。ここの公園は戦争活動も当然やっておられるでしょうけれども、園内にある遊具などの筐体や公園が防犯上危険ないかのチェックをしていると。なるほどな。そういう住民主導型でね、こういう管理までね、やっていくという非常にいいこう制度がこの公園ではなされていると。やっぱりその何でも行政任せではなくてね、ボランティアの力も借りて、でこう地域意識を持ってね、とかなんとかバンがまたうんちこを飲み始めてますよ。まあ、今日はそんな話はさておき、あんまでもいい公園ですね。やっぱりね、広くて緑があって、公園の駐車場も無料で、ね、遊具もあって、遊具のね数がまだ少ないんですけどね。皆さん、サブちゃんがゲップしました。あれ、目が一つしかないね。カメラさんは目が一つしかないね。あ、でも目が二つあるカメラもあるけどな。カメラさんは基本的に目は一つやな。見えへんぞ。ちょっとこの辺車の出入りが激しいし、あ、おちゃまくんレンズは触らんといてな。むにゃいじゃ。できればレンズは触らんといてね。あ、びちょ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 。電気入れとこうか、アドベンチャーの。何やってんの皆さん。あ、動いてるね皆さん。あ、こぼしちゃった。お父さん、ここにこぼしちゃった。まあしょうがない。地面だけ眠らへんかったらええわな。あそこでお砂遊べるわ。お砂場遊びしてはんな。うん、やりたい。やりたいね。行ってみるか。うん。自転車も持っていって。ボール場やけどな。でこぼこ。自転車も持っていって。自転車いいよ。ここ。うん、ゲップが。ん？ゲップいっぱいしたから涙出そう。そうか。うん。キャップかぶせて。ありがとう。ゴミ自分で捨ていい？あ、なんで？あそこにガタンって捨ててみ。なんか入ってるか？何にも入ってない。え、お父さん、さっきからででんとボソって入って、ジャシって入った。なんで？もう中にこうゴミ箱があんやろ。でそれで作られんの？この下で。作られへん。ここでリサイクルはできひんと思う。ここは回収するだけやと思うけど、すみません、もう一回ちょっとインバートに戻します。走らんとこ。日本舞踊あると思うでしょ。走ったらね、1時間もないな。まあ公園8時間ぐらいですかね。今日はね、午前中に来ていますんでね。昼までね、ここでゆっくり、まったり子供と一緒に公園遊びをね、できればなと思っております。次はどこ行くのかな。ずっとね、オールドロックモールじゃなくて、セミロックモールだったかな。ティルトはしないロックモールでね、撮影をしております。お茶部君、車が来るとこは、あ、そうか、あそこのゲートボール場に行きたいって言ったんだな、そういえば。いけたよ。どうぞスコップも持っていけばよかった。あれスコップなないねん。まあいっか。うんいいんちゃう。手で遊ぶのか。まあ自由にさせてみよう。まあまあ6回ってちゃん。まあ6回ちゃん。おまみに。なるほど。それなりの遊びがありますね。目が出て植木鉢。あ、ドラえもん。植木鉢。植木鉢。6月6日に。UFO があっちこっちってこっちでお池が2つできました。お池をねを浮かべたらお皿に三日月なばってた。ひげをつけたらドラえもん。うわすごいよくできてるね。できたできた。すごい。チャオくんかけるようになったよな。うん。あポケットもは三日月かな。できたできたできた。お船が浮かんでた。お船が浮かんでたよね。できたドラえもん。ドラえもんできたね。うん。お湯。じゃあ枝でひげにしてみたら。枝。この枝でな。こうやってひげにしたらもっとリアルになるんちゃうか。ほらひげみたいや。あっちのひげもやってみ。どの枝が合うかな長さとか。ちょっと短いな。ぴったりですか？ね、まだやな。まだやな、もう一本いるな。これ準備たいから。これ。おお、ひげできたね。できた。パチ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 。イエーイ。お、消すのね。もう一回書くわ。もう一回書くか。うん。どの辺書く？おお。今こっちの方行くわけね。なんか。うわ、でっかいドラマ。うわ。ここにドラえもんが書いてある。お前。でっかー。ここにもドラえもんが書いてあるじゃないですか。まだちょっと、ティルト軸のね向きのね。むさびでもやろうだ。おーやってみよう。丸がいで。もっと大きいの書かへんの？丸がいで。大きいわ。うん、十分大きい。それ目玉やったんや。おまみに芽が出て植木鉢。アップライトモードの方がいいな。ちょっとモードを変えます。もうでも消すわ。のび太くん見た？のび太くん。あ、これのび太くんや。向こう側から見たら、こっち側から見てのび太くんちゃうか？ちょっと違う。これのび太くんやってほら。ちょっと違う。あ、耳が6になっちゃってる。ドラえもんの耳はいつも6なんや。6。あ、ケーキ。ケーキやな。ドラえもんのお誕生日かな。そういうことでしょうね。あ、踏んじゃった。あれ、なんで踏んじゃったら消えへんの？溝がある程度深いと踏んでもまあそんなに消えないよな。キンクドン。難しいですね。ドラえもんの目が上飛び出てるんでカエルみたいになっちゃってるんですけども、若干間違ってますけども、こういう細かい指摘はね、いらないんではないかと。一応正しい書き方は植木鉢の時に目の上をね行くのが正しいんですけれども。こういうのもあってはいけないかというと、そうですね、正確にはやっぱりどういうものかっていうのをね把握していくので、これをねいきなりしていきたいと。よくできたなと。褒めて褒めて褒めて。が2つできました。何より大きい。おいけにお船を浮かべたらお空に三日月のぼってた。ひげをつけたらドラえもん。できたね。でっかい。よくできました。でっかいね。できたね。でっかいね。でっかいね。これドラえもんのってちょっと間違ってるけれど消す。で、でっかい。ドラえもんの絵描き歌、僕らも小さい時描きましたよね。お父さんできた。これお父さんできた。そうか。お父さんこれできた。お父さんできたよ、小さい時。お父さんもやってみようかな。いいよ。じゃあやってみるか。よいしょ。こうやって置いてこれ消すで。よいぶー。じゃあこの辺に変えてみますか。いや、待って。まる書いてちょん。まる書いてちょん。お父さん上手。お豆に。おまめに目がだってうえきばきうえきばちうえきばちすっごなでだったっけ6月6日にUFO があっち行ってこっち行ってこっちでこっちでおいでが2つできました。おいでにお船を浮かべたらおいでにお船を浮かべたらお空に三日月登ってた日お空に三日月登ってたひげをつけたらドラえもんじゃあうちこうじゃないこうじゃないね書くのうん一応できたかな。46分今連続撮影中ですね。ドラえもん。晩作のドラえもんが、このような形。のび太かけるのび太。のび太くんか。ちょっとやってみようか。昔かけた？お父さんな昔ドラえもんの模写ばっかりやったわ。そういえば。お父さんドラえもんの道具かける？ドラえもんの道具？うんうん、かけるタイムマシンぐらいだったらかけるんちゃうかな。タイムマシンは四角がこうあってで横にこんなんがあって電球がこうあってでここにコックピットがあるよな、まあ、こんな感じだね。で椅子がこうあるとなこれ、タイムマシンです。で、うん、次、うん、のび太くんかける？のび太くんね。うん、ケーキも。ケーキはまあ、うん、簡単かもしれんけど、のび太くんか。のび太くんはね。もまみがふまむ。できまんまめ。あみもねんなねんな。おらで。特徴的なのは。こう。ドラえもんできた、早いやろ。お父さんドラえもんできた、早い。メガネがこうあってお父さんドラえもんできた、うん、早いやろドラえもんの目早くできたすごいやろ耳が6なんやなで目がこうあってメガネがこうあってでのび太くんこんなん違ったっけなあこうやったでじゃあスネ夫ねのび太くん多分こんなんやわスネ夫とジャイアンとかスネ夫とジャイアンねスネ夫はねもうスネ夫ヘアっていうぐらいだからな作れへんやろスネ夫だけスネ夫髪型から顔変えていくといいねんな、そんなん違ったっけでちょっとこう目がこうなっててでなんかこんなんちゃうスネ夫こんなんちゃうか多分こんなんやで違うわそう多分こんなんじゃないわあ、そうか。違う、変やからダメもう。そうか。じゃあ、うん、ケーキかける？ケーキね。うん、ケーキですか。うん、お父さんの宝。いや、ケーキはまあこう。だからそこじゃない。だからそこじゃないの。どこがいいの？こここの辺ないな。なるほどね。ここがいいな。だってドラえもん誕生日やん。なるほど。ならこうやってはるやん。ほらのび太くん。こんな感じで、まあなんか1号がこの辺にこうあったりとかしてやな。で、まあろうそくがこう立ってるわけですね。父さん火は？火は、まあ、こんな感じで、でここにいちごがこう乗ったりとかすると。チョコは？チョコはこの辺が黒いわな。で黒と白がこう交互に合わさって、でお皿があって、はい、でフォークがあると。フォークじゃないや、フォークか。フォーク？うん。ほんでとこどうですか？これタイムマシン。うん。これタイムマシン消そっか。うん。タイムマシン消せます。何したの？できた。できたね。父さんでっかいドラえもんかける？あんま大きいの変えたらな、なんか怒られそうだしな。なんかなんで？ちょっとこうゲートボール状やしな。公園からは出んとこな。駐車場の方はいかんとこな。うん、行こうか。よいしょ。できた。あそこからそーっとね、よいしょ、よいしょ、ドッサーン、いってー。押したろか、登り道やし。いけるか。お、いけるか。またいけるよ。なんと、登り坂いけるか。いって。よし、押したろ。でも下りでスピード出過ぎないです。待ってもう待つの、うん、ちょっとだけここにやってちょっとブレーキがついたしとるな。よいしょ、ちょっとここに止めといて、うん、近お父さん近いで、うん、近いでこうほら、はいね、行ってみようっと、もうちょっと近くまでよいしょ。落ちるかもしれん。ビューンってあそこで。そこ階段やしな、行けへんで。危ねえこれ。あぶね。よし俺が行くんがやる。あそう。おっとっと。できたよ。よいしょとよいしょ、おーちょっとバイクだ。今57分経過してたんですけども、 GH5 の電源は、3つあるメモリのうち1つが壊れる。フォーカスモードはですね AFC で今日は撮影してます。お父さんできた。いいよ。そして、撮影のモードですけども、もちろん 4K60p、 そして、ビビッドのプリセットでね撮影をしております。おっとメモリカード残量がない、はい、以上となります。本日の動画は 64GB フルに、使ったということになりました。ではこの辺りで失礼いたします。